今日もサッカーを楽しむために井上真でございます。どうもミルク佐藤です。今日もよろしくお願いします。お願いします。今日はこちらだよと、ステップアップ J2 J1 夏に個人昇格があってもおかしくないし、気になるやつ、この夏の移籍ね。そうなんです。なるほどですね。はい。うん、そのぐらい活躍してる人なんでしょ、もちろんね。そうですね。うん、でもちろん、見る若なので、はいはいはい、まあ、戦術面ももちろんそうなんですが、うんうん、やっぱデータ面に何が優れてるか、プラス、フィットしそうなんかどのクラブなのかっていうところも踏まえて、うんね、動画にしてみましたので。冗談じゃないよ、ノーミルクって思ってる方もいらっしゃいますけど、これね、この活躍してるから、もういつでね、こういうことが起こってます、でもそういうこともありますかもよという話ですから。そうなのよ。楽しんでいただいて、はい、見ていただければと思います。バレちゃうからやめろっつってね、もうバレてますから、ね、バレてますから、ね、なんなら世界にもバレてますからもう、 もうしょうがないですからこれはね、しょうがない、皆さん喋っていきましょう。はい、はい、お願いします。はい、こちらでございます、はい、うん、じゃあメンバー12こちらでございます、はい、と、はい、まあそりゃそうだねっていう方々が入りましたと、はいはいはい、そうだよね、もうそうすると、まあ、1人ずついきますか、うん、はい、まあ、まず左上、うん、この名前を言わずして誰を言う、小川幸喜。そういうことですね。何点取ってんの今までこれ。10点。10点取ってんだもう。よー、ついに、ついにですね。まあ、はい、今小川、ただですね、今小川選手にとってもちょっと、はい、まあ試練の時なのかなというところで。うん、まあそうね、実はね、うん、そう、ゴールデンウィーク前のところまでで10試合10ゴールだったのが、はい、実はゴールデンウィーク中3分け2敗という、ね、うん、チームの成績と同様、うん、なかなか点も取れずという状態になってます。15試合10ゴール全然悪くないし、いいですけど、世界レベルで見ても相当いいですから。10試合10ゴールだったわけですもんね。そうですね、はいはいはい、彼を超えられるのって今年だと誰かいたかねっていう。本当だよね、いい時の飯だもんね。チャンピオンシップ、そうですね、うんうん、今年だとフラムかな、うんうん、チャンピオンシップ2かなの、ミトロビッチ選手だけですね。よく知ってます。並べるの。よく知ってますね、先生ね。なるほど。というところでした。はい、まあ、会うのがやっぱり、横田コーチがね、今、横田監督が横浜FCの監督なので、はい、まあ、去年まで札幌でしたから、うん、やっぱ札幌なんてのもあり得るかもしれないし、うん、やっぱ若手とかそういうのが、やっぱね、会うところにいたら、トスさんとかも会いそうだな、っていうところで書いてます、うん、ね。もちろん横浜のサポーターの皆さん、バカ言っちゃいけねえよと。うちがもう上がるんだよ、というね。っていうところもあるので、これチーム昇格と書いてありますが、うん、はいはい、その皆さんやっぱりね、いわゆる自チームが昇格する可能性がやっぱりありますので、はい、そういうことじゃね。そうそう、うん、だからその場合行かないんじゃないってのも書いてあります。まあそれだけ注目されてるすごいよっていうことを言いたいわけですよね、今日はね。そうなんですよ、ね。はいはい、はい、そしてお二人目が、ベルディの佐藤良雅選手でございます。はい、こちらは大卒2年目の選手で、去年は2桁取り、今年は15試合で6ゴール決めておりますと。はい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 、なんでこのペースでいけば佐藤良雅選手も今年の J2 シーズンで17点ぐらい取りそうなんですよね。おー、すごいわ。相当ですよ。はいや、ただしかも佐藤良雅選手は、その後の実は谷口海人選手なんかもそうなんですけど、うん、このお二人はですね、プレスの数値が異常に高いんですよ。はあ、前線からのね。そう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 。うん、なので、どれだけ相手のディフェンダーにプレッシャーをかけることができるかっていう役割も担えてるところがあるので、はい、J1 のね、チームの皆さんからすれば、そういう選手欲しいじゃないですか。うん、攻撃だけじゃなく守備もできるみたいなね。はい、そこが第一と。うん、で、なんで佐藤良雅選手、やっぱベルディの選手なので、やっぱね、永井さんが行かれた神戸、ロティーナさんが元ベルディですからっていうところで考えると、はい、神戸なんか合うんじゃないかなって思って見たりとか、あと最近セレッソがね、そういう J2 で大活躍してるね、選手を結構取りやすいってところもありますから、神戸セレッソあたりとか。で、ベルディ最後まで見たいけどな、シーズン。そうなんですよ、ね。ベルディが今シーズンどうなるか見たいけどな。気になるところですよね。そうね、なるほど。そんな気分もされてる、はい。そのぐらい活躍してる。はい、うん、です。はい。続いてが、まあちょっと今、お名前出しちゃいましたけど、新潟の谷口海人選手。ついに、ついにここまで。そうですね。歩みを進めてまいりました。そうなんですよ。はいはいはい、実は彼もちょっとすごいのが、第5節から第10節って6試合で6ゴール決めました。もう一気にバババババンすごい。そうなんですよね。はい、うん、で、やっぱ、ミルワカ的にとかね、谷口選手をずっと見てらっしゃる方からすれば、もともとね、岐阜経済大ってね、大学まあ、史上初ですよね、その大学からは。でしょ、うん、多分唯一だと思うんですけど、今のところ。はいはいはい、だから、岩手、熊本を経てね、うん、J3、J2 とか。か誰かに続く人はいたと思いますよ。あ、本当ですか。はいはい、はい。でも、初のっていう言われてましたよね。まあ、そうですよね。はいはい。そうなんです。はい、まあ、そんな選手が、いざ J1 へは。すごいですね。胸熱ですね。ですね。なんで、チームでのね、新潟としては昇格の可能性が最も高いと思うんですけど、まあ、唯一あるんであれば、やっぱ FC 東京。FC 東京。アルペルさんがいますからね。そういうことだよね。一緒に戦ってましたからね。なるほどね。なかなか、もしフォワードが今ね、ちょっとなかなか得点のペースが1試合1点なんですよ、東京自体。うん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 、なんでそこをちょっと。タレント揃ってますけどね。そうなんですよ。なんで、もしっていう風になったら、もしかしたらがあり得るかもしれないなと。なるほど。
というところでございました。はいはいはい。続いては今度、まあ、そんな熊本って名前も出ましたけれども、うん、ロアッソ熊本の坂本選手でございます。はいはいはい。まあ、J3 時代になかなかね、序盤は、出場機会があったのもありましたけど、うん、まあ、最終盤、いわゆる優勝決定ゴールというかね。はい、はい、いい選手ですよ、うん。坂本ゾーンなんかも見出して。あのね、角度作ってのね。そうなんですよね。なりたいなって思いました、あれ見てるとね。そして、J2 に上がってきたらより活躍するという。はい。なんで、もともと J3、最初序盤出れてなかったところがあったのが J2 になってより出られるようになって、しかもいろんなポジションでやってるってところがあるので、うんはい、もしかすると、それこそ柏からね、岩下選手取った案、ね、とかあるから、例えば柏が取りに行ったりだとか、うん他にもやっぱりね、熊本からって言ったら中原選手とか、はい、いますから、セレッソとか山形とかあるんじゃないの、うん、ってところもちょっと書いておきました。ははははありえそうですねって話ですね。熱い注目されてんだね。そうですね。そして続いてが、まあ、小川選手、両川選手、谷口海斗選手らね、得点のすごい選手たちもお伝えしてきましたけれども、うんまあ、続いて町田ゼルビアの平戸大樹選手でございます。はい15節終わった段階で、なんと、10ゴールではないですが、うん5ゴール5アシストといい、ダイレクトに10点に絡んでるという選手でございます。なんで彼の場合はこのままいけば、うん、まあ、ざっくり言ったら14ゴール14アシストみたいな。すごいな。なかなか起きねえぞ、そんなことっていう。まあ、日本のデブライネですよね、要はね。そうですね。そんなことになっている。ジャパライネですね。ダバライネ、ひら、ひらいね。よかしいな。どうなるんだろう。ひらい、そうだね。ライが入ってるから。ひら、ひらが入ってるからね。そうですね。うん、まあ、どうなるかわかりませんが、平戸選手はやっぱ今年キャプテンだってところがあるので、ここに入れては見たんですが、うん、まあ、ちょっと他のチームに行くイメージの方が、ないかな。薄そう。うん。もちろんね、サポーターそれを望んでますけど。そうですね。うん、いわゆるあるならば、鹿島にバックみたいなことはありますけど、うんはい一度それこそね、いわゆる戻った後で、うん、そっちで鹿島で出れなくて、やっぱりゼルビア戻ってきたって選手ですから、はいはいはい、やっぱそのまま僕はゼルビアの顔になるんじゃないのかなと。ね、やっぱ一個芯食いたいですよね、特に今シーズン後半ね。そうですね、うん。それでも昇格してっていう感じのものを狙っていきたいところであるのかなと思います。とはいえ、好調ってことですね。はい。ですね。続いて今度は右でございます。はい。また新潟ですけれども、うん、高高弘選手でございます。高選手はやっぱりアンカーとダブルボランチどちら出た時にもデータ面で言うとそんなに遜色なくこなしてるというところがありまして、うんうんうん、やっぱ今年ほら4123やるチームだとか可変でねアンカー使うチームだとかも増えてますから、うん、アンカー欲しいよってチームからしたらまあ欲しいよねとなるほどいたところかなと、うん、なので例えば湘南だったり、京都だったりっていうところですよね、うん若手の田中聡選手とか、川崎颯太選手がもし海外になんてことになってしまったら、やっぱ欲しいよって存在でもある。ね、はあはあ。うん。思いますし、うん、あとガンバなんかもともとね、ガンバさんですから。そうですね。選手も、うん。なんていうところもあったりするんじゃないのかなと思っております。なるほど。はい。続いてが、やっぱりこちらも町田ゼルビア、佐野海舟選手でございます。はい。まあ、もう4年間ずーっと見る中で言い続けてますけど、うんずーっと彼は、シーズンがどうとかじゃないです。J2 トップのボールダッシュ数。うん、ずっとそう。そうね。うん。どんなランキングやってもずっと彼はそうです。佐野鑑定。佐野鑑定ですね。佐野鑑定。この間ね、水戸戦でいい試合やったんですよ、マーさん。はい、はい。佐野選手に、まあ、似た選手で、青森山田から、宇野善斗さんってことを取ったんですけど、うんうん、佐野宇野っていう、ダブルボランチがあったんですよ。なるほど、いいね。佐野と宇野みたいじゃない。おぉ、ね、すげえいいいいですね。うわぁ、いいでは。ブレンズ、ブレンズ。ちょっとゼルビアさんこれ使ってこう、ゼルスさん。ねえ、佐野うの。そうなんですよね。でもこの二人いたら多分 J1 クラスとか、それこそ海外、ヨーロッパの中堅クラスまでだったら、うん、ちょっとこの佐野うの相手にボール保持したままちょっとやり続けるってちょっと難しいんじゃないってぐらいのレベルの選手二人だったりするので、素晴らしいね。どうなるかな。まあでも彼もやっぱりゼルビアの顔なので、うんチームも出さないんじゃないのかなっては、はい。思ってます。みたいです。はい。そして続いてでございます。はい、この名前皆さん覚えておいてください。はい。ミトホーリーホック、うん前田涼介選手。前田涼介さん。今年はね、我らが梅ちゃんと、うん、梅田海人選手と共に、テゲバジャーロ宮崎から、ミトホーリーホックへと移籍してきた選手なんですが、はいはい、そうなんですよね。はい。そうなんですよ。で、前田選手がですね、うん、かなり J2 の中でも成績を残してまして、うんうんうん、ボールダッシュ、うんまあ、佐野選手と同じですよね。はい、と、あと、さらに、チャンスメイクのところでも、結果残していて、はい、要は、田中碧選手的な感じになってるんですよ、今。おー、おい、おい、おい。
先ほどの高選手とか佐野選手とかももちろんすごいんですけど、高選手、佐野選手は前田選手より守備の局面でより上の成績残してるんですが、前田選手も劣らないぐらいの守備の成績残しながら、なんとオフェンスの成績も高い。なんで、2列目じゃなくて3列目のところからボールの出しても惜しいよってなんてチームからしたら、ちょっと前田選手欲しいんじゃないのかなっていうところがあります。で、あとよくあるのが、水戸から広島って流れがね、だいたいなんか1年半に1回ぐらい絶対あるので、そうなんですね。なんかもしかしたらあるんじゃないのってところで入れてみましたよ。そんな周期にも気づいちゃってるんですね、先生は。去年もね、住吉ジェラニレーション選手なんかはありましたので、もしかしたら、なんてことがあるかもしれない。見てるね、見てるね。ありがとうございます。そして、9人目が谷口博人選手でございますと、ベルディの大卒ルーキーでもございますけれども、センターバックの、フォーバックの左をやるんですが、ベルディ今年可変なんかをやっていて、オフェンスの時には3バック化するんですよ。はいはい。その3バックの真ん中と左なんかもできる選手ですし、フォーバックの左サイドバックなんかもできる選手。はいはいはい、はい。まあいろんなところできるんですよね。だビルドアップにも優れていて、あとは守備のそのブロックのところでも効く選手ですよっていうところで、本人も自ら、まあ、目標にしてるみたいですが、やっぱり横浜 F マリノスの、まあ、先輩ね、畑中慎之介さんを目標にしてるというところがあるので、まあそうなってくると、やっぱマリノスディフェンスラインに何かあったら取りに行くなんてことがあってもおかしくはないのか。なるほどね。うん。はいはいはい。でもやっぱりベルディってところで考えると、やっぱり神戸っていう目線もあるかもしれないし。長井さんがね、つながり。そうですね。はい、あと今年ちょっと鹿島のセンターバックがやや不足してるって観点と、やっぱベルディから鹿島といったら安西さん、三沢さんなんてこともあるので、ターニングさん取りに行くなんてことがあっても、おかしくないのかななんてことでちょっと入れてみました。なるほど、なるほど。いうところです。はいはいはい。で、今日のラストは一番最後、群馬の白輪隼人選手でございます。はいはいはい。はい、まあ序盤からね、群馬が旋風を巻き起こしているというところもありましたけども。大注目のね、ずっと。はい。そうなんです、やはり先ほどの佐野選手みたいな形ですけど、よりセンターバックの方のディフェンスの指標ですね。で、実トップクラスのものをもういくつも残してる、まあ、ブロック的なもの、シュートブロックかな、あとクロスブロックだとか、あと相手から、ね、縦パスを防いだ数だとかっていうところで、まあ、トップ5にいるものがいくつもありますよというのがあるので、はい、もしかしたらかつてのね、江坂あたるさん、瀬川祐介さんみたいな形で、群馬からのステップアップがあるんじゃないのかなと思われる選手です。なるほど。まあ、岡村選手なんかもそうだ通りであるので、まあ、札幌なんかもあるかもしれないし、連携でよくね、してる大宮さんかもしれないし、もしくは、浦和さんね、大杉監督ってところがあるので、こんなところがあるんじゃないかというところで、聞いて、こちらね、資料にしてみましたと。なるほど。はい、ありがとうございました。やっぱりあれですよね、動く動かないは、わかりませんが、当然データで、ね、炙り出される大注目、どこも引く手あまたな欲しい選手であるっていうのを紹介してくれたわけですね。そうなんですよ、はい、もうね1ヶ月後ぐらいというか、はい、まあ、2週間後か大体、うん、この動画が出る2週間後ぐらいで言うと、はいはい、J1 は一旦 2,3 週間お休みになるんですよね、代表戦があるので、はいはい、だから代表戦が終わって1試合2試合やるともうあれなんですよ、移籍期間なんです、うん、そうだ言ってる間に、そうだからまだそんな話早くないって思われるかもしれないけど、実はもうすぐだってところがあるので、ね、皆さんもねちょっと注目してみていただけたらなと思います。ありがとうございましたということでございまして、ありがとうございましたということで、毎日やっておりますミルアカミルサッカーアカデミーでございます。朝晩動画を出しています、毎日出してるんですよ、お昼はお日出しです、お願いします、ラジオをね、サブアカでやっております、チャンネル登録、高評価ボタン、そしてスーパーサンクスもお待ちしております、お願いします、応援してくださるとやって続けていこうという気持ちになりますね、どうぞいつもありがとうございます、皆さん最後まで聞いていただいて、それではおさようならでございます、ありがとうございますなんでや、今日もこの後も素敵な一日を、さようなら。